チェコ国鉄1 3 5号線、ウースチーナドラベムホムトフ線の一部は、チェコ国鉄の鉄道線の名称である。ジェチイン・ウースチー間は、1851年に、オーストリア帝国の北部国営鉄道の路線として開業した。この区間は、ドイツ東部チェコスロバキア・ハンガリーを結ぶ、鉄道路線の一部を担っている。ウースチーホムトフ間は、 1858年から1870年にかけてブースチー・テプリツェ鉄道の路線として開業した。ホムトフ遺聖は1873年にブシチェフラド鉄道によって開業した。チェコ北部の東西連絡を担っている。また、沿線は単電が多く、単電の拡大に伴って路線がしばしば変更されてきた。また、 2015から2019年度は、クラーシテレツが1 3 5号線と1 4 5号線の境目となっており、クラーシテレツまで1 3 5号線となっていた。なお本ページでは、一体運用されていて、同じく路線番号130で案内されているプラハウスチーナドラベムジェチイン、線路ウスチージェチイン間についても記載する。以下の3系統が運行されている。 深夜から早朝と午後に運行される。以下では、チェコ国鉄130号線の駅と営業キロ、停車列車、接続路線などを一覧表で示す。2016年12月に、ボホスドフ駅から解消された。ありがとうございます。